省の原告の寺澤優です。ジャーナリストよろしくお願いします。今日はあの東京訴訟の原告団も6、7人こちらの方にあの今ここにいてあの法廷であの傍聴させていただきました。であの横浜事件の遺族の方の承認申請をされたということで、まあ、こちらの横浜訴訟もだいぶ盛り上がってきた感じが、感じられました。で、まあ、我々の東京訴訟は次回6月3日の午後2時から林さんと私 の、 あの本人尋問が行われます。でまあ、ここであのこの、これまで の、 あの我々フリーランスの人たちの、取材、体験からこの、秘密保護法がどこの問題なのかということをですね、法廷であのきちんと具体的に詳細に、説明して裁判官の方に分かってもらおうと思ってます。こちら の、 あの横浜訴訟でもぜひあの本人尋問、証人尋問が認められてさらに盛り上がってですね、まあ、いい判決が出るように、お祈りしてます。あの、まあ、ぜひあの6月3日あの、東京地裁一番広い法廷ですので、なかなか一番広い法廷というのは使われることが少ないので、あの普通の裁判ではまず絶対入ることができませんので、まあ、こういう機会に一度あの見物に来ていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。